ご覧いただきありがとうございます。賃貸の武崎です。本日は奈良市神宮にございますテラスハウス物件にお邪魔しております。本日ですね、電気の、供給の方をストップしているため、一部暗いところ等ございますがご了承ください。ではですね、早速こちら1階部分の、リビングの方からご紹介いたします。非常にね、ゆったりとしたリビングスペースとなっておりまして、1階の方にはね、テラスの方がこのようにございます。ガーデニングなんかをね、楽しんでいただく分にはね、非常にゆったりとご利用いただけるお庭となっております。でキッチンがこちらですね、シンク調理スペースも、しっかりと確保できておりまして、お好みのガスコンロですね、備え付けしていただけます。上下の収納もこのようにございますので、もう食器棚の方もね、いらないぐらいの収納スペースとなります。で1階の方には床下収納もございますね。でこちらから廊下に出ていただけまして、こちらが洗面スペースと、奥がゆったりとしたねお風呂となっております。その水回りにね、こういった小窓がねついているのが非常に、ね、おすすめのポイントですね。で玄関スペースがこちらにございます。かなりね、トールタイプのシューズボックスがあらかじめ備え付けになります。玄関上りまして右手の方ですね、洋式のお手洗いもございますね。でこちら階段使いまして2階の方に上がっていきます。2階上がりますとお部屋の方ですね、3部屋ございます。まず1部屋目ですね、床のねシックな色合いが非常におしゃれなお部屋となっております。で収納スペースがこちらにはございます。そして、廊下挟んで向かい側の方ですねに、2つ目のお部屋となっております。その隣ですねが、3部屋目となりますね。こちらの方には窓がね、2面ついてますんで、明かり取りの方もね、バッチリしていただけます。こちらにも、押し入れタイプの収納がしっかりとございます。またね、周辺の方は、非常に完全なね、住宅地となっておりますので、ファミリーさんにはぜひおすすめの物件です。詳しくは、賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心。賃貸のまさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。